はい、作業してましたらお声をかけていただきまして、今大工さんとお話をしてました。なんかね、昭和51年の作られたお家なので、いろいろと屋根とかね、もろもろ、せっかくなので聞いてみました。はい、ということで、木を何やってんですかって言われてから木を切りました。すごい、ほら木切れました。ということで、これから、あとこういうね、ここもう草がボーボー生えてたんだけど、この間来た時にちょっと草刈りをして、こういう藁みたいなのを敷くといいの。だから畳屋さんで畳のいらないやつとかね、もらって敷けばいいんですわ。なのでちょっとここも、ここら辺も今ちょっと綺麗にしてから、これを敷こうと思ってます。もうこの上からやっちゃおうかな。はい、ということでスタジオ作りよ。まあ何かしらね、やってればね、何かしらやってれば誰かが声かけてくれる。おー、これなんでこんなやばいの。あ、こういうこと、ちゃんとした三脚を、あ、取れた。はい、北海道紋別市というところなんですけどもね、オホーツク海外、オフオーツク、取れちゃった。オホーツク海のよりにあります、北海道紋別市で、これから生活をしようと思っております。一冬だけね、あれはいたのは2年いたから、二冬は越したことあるんだけど、このお家では一冬しか越してないので、今回はいろいろとやってますよ。なんかおじいさんがね、赤とかピンクを見るとね、なんか卑猥な感じだって古いよね。まあいいんじゃないですか、そうですからね。あ、だからピンク映画っていうの、そういうこと。あとはそうですね、瀬戸恵子博物館にしてもいいなという考えもありますけどね。まあとにかく何かしらやるしかないので、やるしかないっていうか、やりたいので、はい、よいしょ、よし、回った。でやってみる。でもこれをやるにはこういうのが必要でしょ。じゃあ取りに行きましょう。はい、で捨てようと思ったこのすのこも知りましょう。いや、なんかさっきお弁当買ってみたけど、じゃーん、ちょっと今まだ改装中っていうか、ほら、だからここを閉めてスタジオっぽくしてね、ここではこっちから見ると見えますか、こういう感じです。で向こうから見るとこっちで、ここを開けて何を取りに来たかっていう、釜、今はい、改装中、釜を取りに来ましたよ。これでいけるよ。私今ね、裸眼 0.02 で生活することになりました。これでいける？これでいいか。よいしょ。なのでね、もうアングルとかもちょっと勘なんですけどね。まあまあ、なんて言うんでしょう。いや、でもね、昨日ね、もうあれだもん。だって38年ぶりに鈴木、鈴木さんに画面上ですけどお会いしまして、で大倉ひろやくんというのも、ひろやさんとももうね、十何年かな、45ぐらいの時だから、12年前ぐらいかな共演させていただいてね。よし、ではこれをちょっと、三脚がやばいっすけど、ここら辺に置いてよ、よいしょと。ああー、これ葉っぱさん、ちょっとどっちにしろあれだもんね、冬だからね。ちょっと虫さんがね、虫さんはもしかして、よいしょ、こんな感じ。これは残しといてあげるでしょ。あ、まあまだ始めたばかりなのでテンション高いですけど、まあ私の最終的な夢は24時間ライブ配信、トゥルーマンショーみたいなことをやりたいわけなんですけども、まあその前としてはよろしいんじゃないでしょうか。ちょっとじゃあ綺麗にしています。
これで。ごめんね。あ、これ草、ほら、やっぱり死んだからさ、あんまり、あれだよね。ほら、ほら、やっぱ死んだからだよ。だけど、出てきちゃってる。これは、置いとく。あ、ちゃんとほら、ほら、死んだからだ。え、じゃあ歌いながらやる、なんか見てるだけじゃあれだもんね。ここは目立つわけですよ。厳島神社の目の前ですからね。とりあえずカメラさんチーズ。未来の扉が導いてる心の声素直に聞こうよ。ありがとうございます。
全ての存在生き物たち愛を学び幸せに暮らそう。共に愛を学び幸せに暮らそう。愛を学び幸せに いつまでも。はい、感謝をお届けしました。よいしょ、カメラマンが一人いてくれるだけで十分違うんですけどね。では、あれ、ウィアファミリーだ。パッパッパラッタッタ。よし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 褒められる。お月さんお休み、太陽さん今日も一日よろしく。地球で暮らしてる僕ら愛愛愛仲間だよ。はい、ということで後で出来上がりを写真の方入れたいと思います。よろしくです。